新しい街の姿へ、圧倒的なデータ量のネットワークがイノベーションを加速させ、生まれ変わる街の姿が可能性を無限に広げる。四日市市の新たな街づくりが始動しました。東西を通る市民の憩いの場、四日市中央通りで様々な再開発プロジェクトが進行中。人々が滞在、交流、活動の場として、交通だけでなく歩行者を中心としたウォーカブルと次世代型の都市機能を掛け合わせた東海地方をリードする街へと生まれ変わります。そのグランドプランは、山を望み港へ結ぶ歩きたくなる中央通り、庭道四日市。気兼ねなく時を過ごせ、さまざまな出来事に出会い、歩きたくなる街のメインストリートへと大きく姿を変えていきます。そしてこの通りとつながる四日市港では、多くのもの、人が集まり、出会い、交流、にぎわいをもたらすさまざまな取り組みが進行中。従来の物流拠点に加え、にぎわい、交流、観光としての活用が期待されます。さらに中部地方のバスタが誕生。あらゆる地域とつながる交通網の実現は、新しい人の流れやにぎわいを創出し、中部地方の発展を加速させる陸の拠点になります。再開発を象徴する円形デッキは、四日市の新たなランドマークとなるでしょう。そして進化する街をより高次元で機能させる CTY のローカル 5G がついに始動。大容量のデータもスムーズに、かつセキュアなデータネットワークが街を包み込みます。あらゆるデータの連携が、この街に関わる全ての人々の想像力とアイデアを融合させ、多様で豊かな都市機能を生み出す。さあ、四日市市を次世代都市に。ローカル 5G デビュー。